犬の秘密基地なの始まるよ。もぐ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 ランチもぐもぐというわけで、ルーちゃんのランチタイムから始まりました犬の秘密基地です。お昼はみんなまったりですね。ルーちゃんは耳かゆいのかな。はい、スタウト君もだいたいここで寝てますね。いつも白いこまちちゃんからの黒いこまめくん、はい、そらくん、きゅうりを食べてください。きゅうりをもらったら帰ります。そして食べ終わったら戻ってきます。もうないですよ。はい、で午後からはチワワコンビ、チワワ女子コンビが来てくれました。こちらがわたあめちゃんですね。ちょっと大きいスタウト君にも物をしないで挨拶しに行っています。でこちらがはちみつちゃんなんですけども、ちょっとはちみつちゃんは緊張してるかな。やっぱり自分のバッグの中が一番安心しますよね。わたあめちゃんは、全然犬見知りもせずに挨拶してますね。キャストオフしたわたあめちゃん、まだいろんなところを探索中ですね。スタウト君は本当おとなしいね。君は、あ、ふうさんとうとう見つけちゃいましたね。はちみつちゃんハウスをこんにちはという感じで挨拶しますけども、特に興味なし。そうこうしているうちにわたあめちゃんの探検も大詰めです。もこちゃんのベッドが気になる様子ですね。はちみつちゃんはまだ緊張してるかな。早く慣れてくれるといいんですけどね。今日は久々にいい天気で日差しが暑い感じなんですけども、そろそろ日よけとして購入した秘密兵器が役に立つ時が来たかもしれません。何かはまだ秘密です。そんな顔をしても教えません。はちみつちゃんとわたあめちゃんのスイートチワワコンビマイハウスに入りましたね。スタウト君も僕も入れてくれないかな。さすがに無理ですねこれは。はい、皆さんなんか落ち着いてまったりしてますけども、西日がちょっと入って眩しいですけども、これは小町ちゃんがちょっと神々しい感じになってますか。犬の秘密基地は飼い主様のご希望があればワンちゃんの様子を動画で配信しています。それと私フーさんの動画ブログも時々配信していますので見てください。よろしければチャンネル登録もお願いします。